こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日はあなたが、嫌な気持ちになっている理由っていうお話をしたいと思います。ですね、久しぶりの、ね、動画になっちゃってすいません。先日ですね、ちょっとね音声の、動画を撮らせていただいて、試験的な感じなんですけれども、ああいった感じでこう聖者の言葉とか、本当にこのなんか人間がどう生きるかっていう、まあ、哲学的なものっていうのは普遍なものだと思いますので、私の、ね、メッセージとかもいいと思うんだけど、なんかそれ以外にね、ああいったこうメッセージ、まあ、賢者たちのメッセージというか、彼らの、ね、メッセージっていうのは本当深くて、魂に響きますので、たまに、ね、ああいった動画も出していきたいと思いますので、ぜひ、ね、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。で、今日はですね、あなたが、気分が悪くなる理由っていうお話をしたいと思います。大体ですね、何に自分自身が気分悪くなってるかっていうのは、これかなって思うものがちょっと分かったので、それをお話ししたいと思います。で、あなたがね気分悪くなったり、まあ、自分が私自身もね気分悪くなる時っていうのは、大体これをやってるなっていうところで、答えから言いますと、何かに期待をしているっていうことで嫌な気持ちになってるんですよね。期待とか、まあ期待だとすると、なんか期待するってことは、その期待したものに対してそうなってないっていうことにすごい自分自身が落胆するんですよね。あと、なんかどうなるか期待するってことは、それに対して自分自身がこう、なんていうの、嫌な気持ちに大体なってる。期待してその通りになっていかないってこともそうだし、どうなるかっていう気持ちも不安になったりとか、なんか先が見えないものに対してでも期待するじゃないですか。そう、それって絶対に最終的には大体落胆があるっていうことですね。そう、これでね、大体嫌な気持ちに自分自身がなってることが多いですね。で、期待ってどういうことがあるかっていうと、例えば例えばビジネスだとすると、ビジネスでこれだけうまくいくかなとか、今月こうなるかなとか、まあ、ビジネスを勉強してるとしたら、ね、勉強したらこの先にこうなるかなって期待するじゃないですか。期待して始めたけど、そのビジネスが意外とうまくいかないってとこで自分が落胆したりとかあるよね。これあるよね。あとは人のことでも、この人はこういうふうにしてくれるかなとか、旦那さんこうしてくれるかなとか、そうやって思ってたのにそれやってくれないと、期待してそれやってくれないと自分が落胆するとか、そう、あと誰かに何か言われたりっていうことで期待してて、期待というか、その何か言われたりして落胆するっていうのは、その人に対してこういうふうに、こういう人とかってやっぱ期待してんだよね。自分がこの人はこういう人って自分が決めてたり、期待っていうほどじゃないけど、なんか希望というかね、その人に対して、まあ、いい感じで思ってたのに、嫌なこと言われたとかっていうところでその落胆があったり、だからなんか自分が、大体そのなんていうの、そのものに対して過度に期待してると嫌な気持ちになるってことなんですよ。多分そういうのがすごく、ほとんどのことがそうなんじゃないかなと思うんですね。あと、これは人とか、その出来事だけじゃなくて自分に対してもそうですね。そう、だから自分が、こうなったらこうなるみたいな感じで、なんだろう、例えばなんだろうな、体の調子が悪くてでも良くなるかなと思ったのに良くならないとかさ、これもやっぱり落胆すると思うし、であるよね。あと、なんだろう、なんか子供がね、テストとか分かりやすいかもしれないね。テストこれだけ勉強してね、あれだけ手をかけたのに、ね、裏切られたみたいな、なんかありますよね。子供だけじゃないけど、これだけやったのに裏切られたみたいな、この期待してたのに裏切られたみたいな、ありますね。ありますね。ありますよね。これ本当にね、嫌な気持ちになると思うんですよ。で、あと、まあ、期待以外だとすると、比べられるみたいな、比べられるとか、比べるとか、そう。自分が自分と似たような人とかをちょっとね、まあ、SNS とかで見てたりして、でその人がすごいなんか、ね、こういう人かなとか思ってたのに、
なんか その人がね違う感じだったとか、なんだろう、あるよね、そういうのもね。だから期待してると落胆がある。あと自分自身をね、その人と比べて嫌な気持ちになる、人と比べて嫌な気持ちになる、ありますね、めちゃめちゃありますよね。そうだから期待とか比べるっていうことをしてると、だいたい嫌な気持ちになってるから、自分が嫌な気持ちになってるってことは、だいたいこれやってんじゃないかなっていうことなんですね。じゃあ逆に言ったら、期待と比べるをやめたら嫌な気持ちにならないってことなんですよね。期待しない。さっきも私ね、さっき娘にそうやって言いながらも、娘になんでそこするのっていう感じで話してて、だけどこれってやっぱり期待してるから、期待ってなんかすごい大きなことをしてくれるとかっていうさ期待もあるんだけど、ちっちゃなことでこの人はこういう人っていうさ思ってたり、まあ、期待してるわけじゃない。だけどそういうふうなところを裏切られたりするとね、落胆するわけじゃない、なんでみたいな、さっきねそんな感じがあって、だけどその期待とか比べるをしなければね、もう何に対してももう期待と比べるっていうことをやってる限り、自分が嫌な、自分自身が嫌な気持ちになるわけだから、じゃあそれをやめたら嫌な気持ちにならないってことなんですね。そうなんですよ、期待と期待をしない、もう何も期待しないなんていうの、そう、何も期待しないと嫌な気持ちにならないわけだから、期待しなきゃいいんですよね。でも期待するから、選挙とかもそうかもしれないね。なんかね、この間トランプさん勝ったけど、なんかトランプさんじゃない方を応援してたら、で期待してたりしてね、それだったらその人落胆してるわけだし、あとサッカーの試合とかさ、野球の試合とかもやっぱ期待するじゃん、勝って勝ってみたいな。でも負けるとすごい嫌な気持ちになるじゃない、まあ、勝ったらわーみたいになるんだけど、負けるとうわーってなって、もうその後ずっと気分が悪いみたいになるじゃない。これもそうだよね。だから期待してなきゃ何にもならないというか感じになるんですよね。だからもう期待やめたら、期待とか比べるっていうことを本当やめる。でやりそうになったらもうしないようにするっていう感じで、そういつものパターンが出そうになったらこれやめる。期待しそうになった時に、自分がその期待の先には必ず嫌な気持ちが、自分の嫌な気持ちが待ってるっていうことを、期待イコール嫌な気持ち、比べるイコール嫌な気持ちっていうことを、もうこのイコールなんですね。ちょっと一時はいい気持ちになることもあるかもしれないんだけど、大体もうね 99% 嫌なんじゃない、嫌な気持ちになると思うんですよ。だからそれやんなければいい気持ちになるわけだから、幸せですよね。そう、そんなにさ落胆したりとか一喜一憂したり、そういう気持ちになるのってさ、すごい疲れるじゃないですか。なんか平和、ピースフルに平和でいたいじゃない。そう、そうなった時にもうそれやめる、うん、一切やめるっていう風にすると、すっごい平和になるっていうことなんですね。あると思うんですよこれね。だいたいだから私が嫌な気持ちになってる時、あなたが嫌になってる時は、ちょっと振り返っていただいたら、今ね何か嫌な気持ちになってるとしたら、だいたい期待を裏切られたとか、期待していた通りになってないとかね、そこでねモヤモヤしてるはずなんですよね。あとは何かと比べて、ね、何かと比べられたりしてモヤモヤしてるとかっていうこともあると思うし、そうってことはこれ本当にやめたら楽になるわけだから、やめていきましょうよっていうことですね。これね本当にそうだなと思ってね。で大体未来のことを考えるときって何か期待してるんだよね自分が。そうで未来のことを考えるのはいいんだけど、期待を持って、やっぱりそれをさ、まあ、やってもいいんだけど、その後ずっと期待してると嫌な気持ちになるから、まあ、願望を投げたときとかは、そのね期待してワクワクするじゃない、まあ、よかったとかね、いい気持ち感じたりするんだけど、それでもう本当終わりで、その後期待しない期待しない、どうせ嫌な気持ちになるんだから。そうすると本当になんかどういう、なんていうの、何が来ても別に動じないし嫌な気持ちにならないわけだから、これはもう自分に対しても人に対しても本当に何だろう、永遠不変の法則なんじゃないかな。過度な期待しないというか、もう期待しないあと比べない、
自分に対しても期待しない、そうで比べない、でだけど希望を持たないとかって言ってるわけじゃなくて、意図はしとくといいと思うんですよ。例えば仕事でうまくいきたいなと思ったら、仕事でこうなりたいっていう意図はして、だけどそれに対しても意図して気持ち感じるじゃない、でそれで終わりでもその後期待しないっていうことですね。で自分のやりたいことをやって、そうで期待してるからずっとね、それに時間を費やして嫌な気持ちになったりいい気持ちになったりっていうのを繰り返して、そこにすごい、まあ、ある意味一種のなんていうの、ちょっと中毒性のあるドラッグ的なものがあるなと思って、期待っていうのは。そうであとこの比べるっていうのもなんかちょっと中毒性あるんだよね、何かと比べるって。なんかやっぱり嫌な気持ちに一瞬なりたいからそういうふうにね、してるのかもしれないよね。そうなんだけど、まあ、そういうものに対してもうやめる、まあ、ある意味これ悟りなんじゃないかなと思った。期待しないとか比べないっていうことをやると意外と淡泊になります人生が。そうなんだけど、この意図してね、自分がやりたいことに対してはこうやって意図してこうしたい、でそれに対してね、そうなったらいいなって自分で思いながら、自分自身が日々ね過ごしていくといいと思うんだけど、もうこうやって意図したらその後終わりって感じですね。そうでやると多分すっごい楽になる、すっごい楽になると思います。ぜひねこの動画を見た後にですね、まあ、開いていただいた方、いつも見ていただいてる方もぜひ書いていただきたいですし、なんか通りすがりでこの動画を見ていただいた方は何に対して嫌な気持ちになってたか、大体期待だと思うんですよね。何かに対して期待してたのはそうならなかったっていうことに対して自分がモヤモヤしてたりイライラしてたり、自分に対して八つ当たりしてたりとかね、人に対して八つ当たりしてたり、 そこは過度な期待、まあ、過度と言わずに期待っていうのは、まあ、一種のこうなんて言うんだろう、麻薬的なやっぱり気持ちになるよね、期待するっていうのってね、こうなったらいいな、だからこう意図したものっていうのはそうなるんだけど、その後に期待するっていうことをすると、それは期待するってことは叶わないって思ってるっていう可能性があるんですよね。だってさ、こうなるって意図してそうなるわけだから、それ以上に期待する必要はないんですよ。期待するってことは叶うか叶わないかって思ってて、過剰にそれに対して感情を付け加えてるみたいな感じか。例えば、なんだろう、まあ、旦那さんが優しくなってほしいって思うとするじゃない、まあ、旦那さんがいい人でラブラブでいたいっていうのがじゃああるとするじゃない、 それが自分の意図だとして、でそれがまあ願望を投げるとした時に、旦那さんとラブラブでよかったみたいな気持ちになるじゃない、でその後はもう願望を投げてるわけだから期待しないでね、旦那さんがどうなるか私はどうなるかみたいな感じのとこ期待しないで日々淡々と過ごしてると楽なんですよね。だけど期待してるとね、あこうやってやってくれなかった、やっぱりそうなってないっていうさ、そこの一喜一憂の気持ちがすごく気持ち悪くなるんですよね。わかりますかね。そうだから、それぞれがみんなやりたいこととかね、これからね進みたい道とかいろいろあると思うんだけど、意図してその感情を感じた後は、それが叶ったね、感情を感じた後は期待しない、比べない、まあ、あとは日々のところでも期待しない、比べない、そのイコールで嫌な気持ちが大体あるはずなんですよ。そうこれはもう本当にやめた方がいいですね。一種の麻薬です。やめたのを1週間ぐらいやってみたらどうなるかっていうのをね、ぜひそこら辺もね、ちょっとチェックしていただきたいなと思っています。はい、ぜひね概要欄のとこでここら辺わかるんじゃないかな。私もこれね本当にそうだなと思って動画撮りました。ちょっと待ってください。今ですね、エイブラハムなんて言ってるかちょっとね今検索したんだけど、エイブラハムはですね、期待に対して何かが欠けているという観点から望むと期待通りにいかない。期待したものは得られると信じる。それが本当の期待の仕方だ。期待したことが実際に叶ったという小さい事例を外側に起きていることの中から見つけるようにしなさいということで、これすごい分かりやすいですね。何かが欠けているっていう観点から結構望むじゃないですか、期待っていうのは。こうなってるからこうしてほしいみたいな感じとかって期待するから、
ね、そうすると望み通りにいかないわけだから、そうだから意図はいいんですよね。期待したものが得られるって信じるっていうのは、で これ絶対大丈夫って、あの意図するっていうのは期待したものが得られるって分かってるから意図するわけなんですね。で意図して、でそれ以上のことはもうあの期待しない、ね、ずっと待ち構えてるってことは期待したものが得られないって自分が思ってるから、ずっとそれをあの意図した後に何かが欠けてる、ね、それが叶うか叶わないかって、あの期待したものが得られるって自分が思ってたらそれ以上も期待しないわけなんですね。そうだけどそれに対して何回も何回もやるってことは、あの何かが欠けてる状態で期待し続けるっていうことになるわけだから、ここ分かりやすいですね。そう、もう期待しない、意図してあの願望を投げたりとか、こうなるってもうさ自分が思って、それ以上はもう期待しないってやると多分すごい楽になると思うんですね。何かが欠けてる状態からさ、ね、自分自身が期待するっていうこと、そうなる、それやっちゃうじゃないですか。いつもいつも大体何かが欠けてる状態だから期待するわけなんですよね。そう、必ずこうなるってで思いたいけど思えないから期待するわけなんじゃないですか。そうだからそこに対してもそうやって思わない、こうやって意図してそれ以上はもうあの宇宙に委ねるじゃないですけど、そうだいたい嫌な気持ちになりますのでね、ぜひあのそうしていただくといいんじゃないかと思います。私もちょっとこの実験は続けていきたいと思いますので、ぜひね皆さんあのコメント欄などでどんな感じだったかとか、こういうこれがあったとかいろいろ教えてもらいたいですね。これはね本当に発見したような気がするね。これだいたい嫌な気持ちになるなと思って、はい、そんな感じです。ではでは。